ベンジャミン・グールドベンジャミン・グールドは、アメリカ合衆国の天文学者である。1849年、天文学の学術雑誌、アストロノミカル・ジャーナルを創刊し、アメリカ合衆国の天文学の水準を高めるのに、努力した。マサチューセッツ州のボストンに生まれた。1844年、ハーバード大学を卒業すると、ヨーロッパに3年間滞在し、ガウスのいる。 ゲッティンゲン天文台などで当時先進的であったドイツの天文学の中で学んだ。ドイツの天文学雑誌、アストロノミシェナハリヒテンの創刊者、ハインリヒシューマッハとも親しくなった。1848年アメリカに戻ると、1849年、アストロノミカルジャーナルを創刊し、資金面や記事の確保など厳しい環境の中で発行を維持した。 1852年から1867年の間アメリカ政府沿岸調査局の経度部に働き、初めて電信を利用してヨーロッパとアメリカの経度差を測定した。ニューヨークの市民によって建設されたオルバニー移転問題の仕事を行い1855年に所長を引き受けるが、新しい設備を購入し、研究を重視する運営を批判されて1859年。 その職を追われた。1861年南北戦争の勃発により、アストロノミカルジャーナルも休館した。1864年から1867年の間は、マサチューセッツ州のケンブリッジに施設天文台を建設し、観測を行った。1868年アルゼンチン政府の要請によりコルドバの天文台の建設に携わり、初代所長となった。 コルドバ天文台での観測から南半球の73,160個の製表、ヨーロノメートリアアージェンティーナを発表した。またさらに星を追加した一般製表を発表した。1885年にアメリカ合衆国に戻り、アストロノミカルジャーナルを復刊し1896年まで編集を続けた。ありがとうございます。